なあ、この空気どうにかならないのか。こんな状態で戦場に行くとか、上がる士気も上がらないぞ。あ、そうですね、すみません。私としたことがつい物思いにふけて。面白い話でもしてやろうか。笑えば悩みなんて吹き飛んじまうぞ。お気遣いありがとうございますけれど、そう心配しないでください。こうして皆と共にダスカーを訪れる日が来るとは、と考えていただけですから。ルドゥはよく訪れているのでしょう。陛下からいろいろと聞いていますよ。ああ、私たちはまだダスカーには不慣れです。頼りにしていますからね。イングリッド、確かに辛気臭い顔はすべきではない。かといって明るく振る舞う必要もない。ま、今回は相手が相手だからな。何も思うなというのは無理な話だろうよ。聞いた話だと確か今回の相手はダスカーの民の一派だったよな。ああ、暴動の鎮圧を要請されてな、ダスカーの中でも揉めているらしい。今のダスカーは二つの勢力に割れている。平たく言えばファーガスとの共存を目指す者たちと厭う者たちだ。近頃は関係も改善されつつあるが、やはり未だに怨恨を捨てきれん者たちも多い。それはそうだよな、身内を虐殺されたんだし。陛下はその負債を返そうと尽力されている。何度も足を運ばれて話し合ってきた。今回の件もその一環と言っていいだろう。だがそれでここまで重い空気になるか。暴動を鎮圧するだけだろう。もちろん大事な人たちが死んじまった場所だからってのはあると思うんだが。先日情報がもたらされてな、暴動の首謀者はかつてダスカーに国王襲撃部隊を呼び込んだものだという。暴動を鎮圧しつつそのものを捕獲して王都へと移送するのが俺たちの任務だ。ダスカーの民でありながらダスカーの悲劇に関与していた者、グレンの仇。ちょっと待ってくれ、あの事件にダスカーの民は関わってなかったんじゃ。大部分のダスカー人はだ。無論あの事件の首謀者は別にいるが、ダスカー側にも関与していた人間はいる。少なくとも国王の部隊を襲撃できるほどの軍勢を手引きし迎え入れた者の存在は最初から分かっていたし、あのイノシシもダスカーの長と協力し探り続けてきた。とうとう見つけたわけか。だがさすがにそいつが暴動を扇動するのは筋違いだろう。イングリッド、その者を殺さずにいられるか。殺すなという陛下の命には従います。彼らからは情報を引き出さねばならない。真実を明かして罰すべきを罰する、それもまた復讐なのですから。まあ奴とて殺したいのは山々だろう。だからこそ俺たちをやったのかもしれん。そうだろうな。陛下の信頼には応えなければ。ええ、
将が落ち込んでたら兵士も弱気になる。ここはもっと胸を張っていかないか。その通りだな。俺たちはイノシシの国王の代行者としてダスカーへ来ている。万が一にも負けるわけにはいかん。それは分かっているだろうな。当たり前だ。さて、間もなく戦闘が始まる。軍議に向かうぞ。まずは苦境に陥っている友軍を救い出す。一人も死なせない。俺たちを倒せんつもりか。ならば切り捨てるまでだ。やってみるとしよう。ものは試しだ。作戦を開始します。命令に従いましょう。殺すな、フェリクス。無用な殺戮は話をこじらせかね。分かっている。下がっていろ。始めるぞ。出るとしよう。やってみるとしよう。ものは試しだ。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。強くなった感覚があるな。この森はそれなりに入り組んでいる。ダスカー出身だけあって詳しいんだな。もしかしてこの辺りに住んでたのか。
近くに俺の故郷があった。そしてこの森は戦王陛下の倒れた地だ。そうだったのか。ファーガスめ、我らの問題に首を突っ込むな。邪魔が入ったか。襲われている者がいるというのに。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。作戦を開始します。命令に従いましょう。そうか、ここが戦を経るかと。ならば何がここで。今は干渉に浸るべき時ではない。先を急ぐぞ。少し休んだろ。強く、より早く。また腕を上げちまったか。あなたの力、頼りにさせてもらいますよ。邪魔だ。これが妖精だ。食らえ。その身に刻んだぜ。ルビー、無理はしないでください。故郷で戦うなど不本意でしょう。不要な心配だ。だが監視でなかなか悪くない。じゃしておく。互いに気を使い合うのは結構だが、戦いの最中だ。警戒は解くなよ。
地への怨恨は理解できるが、身内同士で争う意味などどこにある。今のは目的のショーではなさそうですね。さあ早く皆を助けに向かいましょう。出番かしら。善人も悪人もな。それはそうだろう。どこの連中だってそんなもんだ。トゥスキュア。トゥスキュア。俺の出番か。世話をかけたな。感謝する。ファーガスの友人たちよ。当然のことだ。早く安全なところに下がっていろ。はあ、俺を撃ちに来たってか。上等だ。ここでぶっ殺してやるさ。どうやら奴が指揮官のようだな。捕らえるぞ。殺すなよ。よし。しかしよく奴はイングリッシュをここへ派遣したのだ。遠慮しそうなものだが。今回の遠征は私から志願したのよ。自分の過去に決着をつけたくて。あなたたちはなぜあんなサセリクに加担したのですか。さあして被害者ぶるのはやめてくれよ。サセリクならあんたらだってしただろ。よし、デイトフッ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 。この程度で満足はしません。たちはまた武力に明かしてダスカーを制圧しようとするのか。それはお前が言っていい言葉ではない。勝利のために。任せておけ。諦めろ。くそ、俺をどうするつもりだ。フェルディアで尋問にかける。移送しろ。まだまだ。ようやく片付いたな。犠牲も出さずに済んだ。上々の結果だろう。ええ、そうね。あの者がダスカーの悲劇に加担したのは結局何のためだったのかしら。これだけのことをしでかしたんだ。深い理由と覚悟があったんじゃないか。例えば、そうだな、ダスカーの未来を思ってやったとか。だとすればとんだ悪手だな。ま、
どんな理由があったかは知らんが、今俺たちが詮索しても仕方ないことだ。ああ、陛下ならばきっと明らかにしてくださる。そうですね、信じて待ちましょう。さて行きましょうか。今回の顛末はラスカーの人々にも報告しなければ。待て、イングリッド、寄りたい場所がある。寄りたい場所ですか？森の奥に湖がある。そのほとりに花畑があったはずだ。かつて王国軍の襲撃を受けた際、この一帯は馬蹄で踏み荒らされたが、長い月日が経った今どうなったのかを見ておきたい。花畑、素敵ですね。せっかくです、私も同行して構いませんか？ああもちろんだ。それじゃ俺も行くか。フェリックスも来るよな？興味はないが、まあいいだろう。まだ仕事は残っているし、長居はできんぞ。すごい、見とれてしまいますね。森の奥にこんな場所があったなんて。昔よく妹と共に来た場所だ。ここまで昔の姿を取り戻していたとはな。ここまでということは、本来もっと美しい場所だったのでしょうか？ああ、それは間違いない。いつか本来の姿をこの目で見てみたいものです。ここが西欧陛下の最後の地だというなら、あの人もこの景色を見たのかしら。そうかもしれんな。ラスカーの情勢が落ち着く頃にはここも一面の花畑になっているだろう。その時には共に見に来るとしよう。お前の言い名付けが見たかもしれん景色を。なあフェリックス、ちゃんと景色を見なくていいのか？綺麗だぞ。たまには景色を見ながら兄さんのことでも思い出してやったらどうだ？くだらんな。確かに時には過去を思い返すのも大事かもしれんが、そんな不確かなものにすがらずとも、俺にはもう生きるしるべがある。兄の守ったものを守るという義務がな。兄さんが守ったものって、要はディミトリのことか？まあな、兄上は命を懸けてあいつをファーガスの未来を守り抜き残した。だがあまり未来だなんだというと、あのバカはまた一人で背負いたがる。いいな、今話したことは他言のようだ。特にあのイノシシには絶対に言うな。ああ、分かってるさ。ならばいい。花畑や景色などに興味はなかったが、こうしてみるとなかなか悪くはないな。